はい、で、ここがちょっと、この、多分こういう穴を使ってナダリアは移動してるっていうことだと思うんで、あそこは、モイラとか入れないんで。ちょっとでもこの先がまたちょっと面倒で。そうだ、レッドハーブ組み合わせとくか、せっかくだから。1個は使っとくか。クレア。で、ここのドアを開けるとちょっと変な敵が。で、次に、またあいつがいるんで、大の男が。ちょっともうこれもまた飛ばします、もう。今倒してる間に、もう一人、この階段のとこから降りてくるんで、この頭が赤いやつですね。頭が赤いやつはひるんで、もうモイラで攻撃すれば一発で死ぬんで、まあ大したことはないんですけど。この先に上がっていくと、また出てくるんで、さっきの膨れ上がったやつか、こいつが。こいつはなんか、光をこう当て続けると死ぬみたいで。光が弱いのかな？なんかよくわかんないです。たまたまなのか。まあ近づいていって、近づいて、離れれば。近づくとなんか爆発するんで。あれ？なんか光ってなかったっけ？これが、そうだな。この実験体。強い精神的負荷を断続的に与えた。結果、3人は即死。8人は発症したため。全員が負荷による恐怖に耐えられなかったと。まあ、それがその腕輪をつけてる実験なんだな。あった、ここか。サファイア。で、これはですね、これは最初のところにもあったんですけど、最初始まった部屋の2階の裏手のところに、これはあったんですけど、この小さい手って書いてるんで、まあ、ナタリアじゃないと、開けらんないってことですね。だから、バリーたちと一緒に、ここに、バリーと一緒に来るってことで、で、ここが、Stay there, Roger. 違う。まあ、これどっちでもいいのかな。これで今開けて、ここが最初に入ってきたところなんで、ここで待機させて、レバーを操作すると、こう、切り替えて、これで箱を、押していくと、遅かった。違う違う。こう。こうですね。閉まらないように、この箱を。この変な爆発するやつが。Follow me on my way.宝石ばっかりだな。弾がいっぱい持ってるからかな。で、ここでまたあそこに、ナタリアが。で、ここにまた一人、敵が。
こいつです。この顔が、頭が赤いやつ。これでやると、モイラのバールで一発で死ぬんで、結構楽なやつだな。ここは何もなかったかな。確かなかったか。ねえ、これが改造だけど、確かもうパーツは全部使ってるからいいと。で、このエレベーターはちょっと開けないで、あ、これが住民のメモ、この救世主がどうのこうので、それがこの企んでるあの女のことを言ってんのか。島で見違えるように公共になった。まあ救世主とかやっぱ宗教臭いな。で、ここは入れないですね。で、ここはまあ開けられるんですけど、ああ違う。で、ここドリル。バリー編でも多分なんか使うってことで。これエレベーター開くと敵が出てくんで、敵が出てくるんで、呼んどいて。で、この、ここは別に本当は来る必要がなかった部屋なんで、まあ、このメモがあるだけかな。あ、違う、これじゃない、こっちじゃない。この部屋じゃなくてこっち。これはここに、またナタリアが開ける箱があるっていう。開ける必要がなかったんだよな。まあそういう部屋で、多分こっから来てこう行くのかな、バリーの時に。それかあのドリルがあるから、このドリルを使って開けんのか。回復しとくかな。で、もうあとちょっとで終わりなんで、あそこにナタリアが、で、こっちを渡って、ここが、あ、そうか、これクレアが開けないと開けなかったか。で、あの子と。Wait, it's okay. Don't be scared. What's your name? Where are you from? Did that lady put you here? Where are you? Whoa, down, Claire. Let me talk to her. You must be so scared.I know I am. My name's Moira. See? We're like sisters. Everything's okay now. 06か06か60か。You're both so brave. You're pretty good with kids. Come on. Okay. おっと、30分経ったか。あとちょっとで終わりなんで。managed to stay away from the monsters all by yourself? You're a brave girl, but this will all be over soon. Listen, there's a bad lady in the tower out there.
Once we take her out, we can all leave the island. Moira, did you hear that? Yeah, another one of walking shit stains. Sorry, I mean butt stains. And you know what we do to butt stains. これで最後、今のなんか変な音が出したやつがこの後出てくるんで、それを倒して終わり。あ、こっちじゃない、反対側だった。誘導瓶、どうすっかな。これ今どういうあれにしてんだっけ。このショットガンを、まあいいか、これで。はい。はい、こっからちょっともうなんかボスが、あの斧を持ったやつもいるけど、で、この振動を立ててる、これが出てくるんで、あ、違う、こう誘導しといて。で、あとはもう雑魚をやっつけるのが、まだ雑魚がいるんで、ハンドガンの弾ないのか。まだいるかな。あ、よかった。じゃあこの呼んできて、ハンドガンの弾。It's safe now. Can you find your way over? これでもう来ると思うんで、あとはちょっと弾回収。爆発するやつがいるんで、あんまり奥の方に逃げるとそれに巻き込まれるっていう。いないよな、もう。ほんとこうやって生き延びてきたのか。あれです、まあいいか、喋ってる。あ、違う。ナタリアはついてくるんだ。あのボスは戦闘が長引くとはなんか火吐き出すっていうか、火を火炎弾みたいな投げつけてくるんで、もうさっさと爆弾使って倒した方が、爆弾瓶がいいです。でもここ行くと終了です。Oh, my dear little
We lost the girl. なんか化け物になって再登場かな、後で。あの様子だと。スプローダハッター、まあ今のムービー初めて見たけど、あれで言うんだとは知らなかったですね。あのヘリで逃げるシーンがあったと。まあ逃げるっていうか、まあ墜落しちゃったけど。まあ多分後に出てくんだろうな。はい、というわけで、確かこれネクストでバリー編の予告編みたいなのありますけど、まあちょっとそれはもうカットしますんで、クレア編はこれで、クレア編のエピソード2ですね、これで終了します。